まあ、社会学的なアプローチもある、うん、あと例えばだからコミュニケーションの一般、コミュニケーションの一般としては例えば、進化論とかから持ってきたりとか、その動物の行進とかね、そういうのからそういう科学から、その例えば僕のバージニア大学の先生とかは結構そういう、結構、まあ、このこの論文のアドバイザーですけど、彼は結構そのどうアニマルシグナルスとかそういうのに興味を持ってて、結構勉強してますけど、そういうこと。でもまあ僕はそれをやらないのは、一つには、そういう何つうの、あ、なんていうかな、頭の中で完結しないことには向いてないっていうか、面倒くさいというか、まあ、そういう態度な理由ですけど。あと今の話と関連して、経験的に検証可能というか、まあ、経験的にというか統計的にってことだと思うんですけど、であるもの、まあ、検証可能な理論とか概念とか命題とかに、その例えばね、議論を絞るべきだとかそうでないとか、そういう方法論的なことを考えてる人たちもいるんですか。つまりメタ、今ので言うとエクスペリメンタルフィロソフィーと、みんなそういうことを考えるべきだとは多分思ってるけど、どうやって考えればいいのかなとかっていうふうに、なんていうのかな、議論しあぐねてるみたいな感はあるのではないかと思います。つまりそれはもしかしたら、それは例えば歴史的な問題、つまり分析哲学の伝統として哲学っていうのは概念分析だっていう伝統があるし、一つには。その一方でその哲学の専門化してきて、どんどんそのなんつうのスペシャルサイエンス、他の科学の成果を取り入れるべきだっていう向きもあるし、でも問題はだから哲学をたくさん勉強した人は科学のことについて何も知らないとかね、またはその逆とかね。うん、でもだから、でも一番問題なのはやっぱり哲学って何なのかってことが誰もよく分かってないっていうことも一つは真剣な問題で、だから何を我々っていうか、あ、哲学者としてるのかっていうことは、まあ、あんまり明らかでないわけですね。だからその例えばグライスのこのスピーカーミーニングのセオリーにしても、まあ、ある意味ではこんな反応も見つかったよっていう、なんかパズルみたいな、子供の遊びみたいになってる面もあると。一体じゃあこれをして何がしていいのかっていうとね、ちょっと分かってない時もあると、そういうことですね。あともう一つ、これに関連してかなり大きな話で、そのアクションとかアクトっていうのを、そのスピーチっていう概念との関連で捉えることが重要であるっていうふうに考えられるのはなぜなんでしょうか。つまりアクションとかアクトってそれ自体ではなくて、スピーチにおけるそれとか、スピーチというそれとか、まず一つはスピーチって言うとちょっと語弊があるのは、別に音を出さなくてもいいわけ。言語っていうことでいいですか。でもない、言語ともちょっと違う、ね、だって身振りとかでもいいから、うん、まあ、だからここの論文ではこの章からアトランスっていう言葉は非常に広い意味で使って、例えば言うのもあったらずだし、書くのもあったらずだし、身振り手振りもあったらずだし、だから特にその狭い意味での、スピーチっていうことが特に行為を考えるために重要だと考えているわけではないです、必ずしも、うん、僕もなんか疑問に思ってたんですけど、あのオースティンとか読むと、僕ちょっとあの記憶に残ってる分野だと、スピーチアクトってこと言ってるけども、実はアクト一般に成立するようなことをなんか探ってるんだみたいなことも少し出るじゃないですか。だからある意味こう、なんていうのかな、社会的な文脈っていうか、その複数の人がいるようなインタラクティブな状況での行為全般に当てはまるっていうような解釈ができるのかなっていうのは、ちょっとそういう質問したかった。うん、スピーチアウトっていうことで、あの分析してることがね、うん、つまり、
非常に大きな質問なんで、あれすみません。どんな答えが出るかあれですけど、例えば僕がここで提出しているようなアイデアが、まあ、ある程度正しいっていうか、まあ、いい線にいってるっていうか、正しい方向に向かっているとすれば、例えばそれはスピーチアクトっていうことの成立だけでなくて、その行為の正当化っていうことにもつながるわけで、そこではだから、まあ、前々から全然減らずに言ってるようなこととか、その社会的、つまりコミュニケーション一般について何らかの一石を投じるっていうか、そのコミュニケーション一般について何らかの議論が可能であるだろう、この線の延長上においてっていうことは、なんていうのかな、遠くにぼんやりと考えてはいる。でスピーチアクトを専門にやってる人たちもそういうふうには考えていると思います。だからやっぱりスピーチアクトっていうものを分析または勉強して議論して、その結果だから、Theory of Action とかに応用したりとか、ディシジョンセオリーに応用したりとかっていうことも可能であると思います。特にそのスピーチアクトっていうことを考えると、コンベンションとインテンションの関わり、また関係っていうことが非常に重要になってくるので、そこから伸ばしていくと、その言語行為ということにとどまらずに、行為一般またはコミュニカティブな行為一般について語ることにもなるとは思います。ただ僕の直感としては、その言語的な行為から始めて行為一般に持っていくという感じではなくて、僕個人の直感ですけど、でも行為一般を言語的なものとして捉えるっていう方法ですね、僕は。どっちかというと全部言語的なんじゃないか。まあこれはだから、なんか このすっごい、だから今の言い方だとものすごい抽象的であれですけど、でも僕としては全てその行為っていうものとかコミュニケーションっていうものは、表面上は言語的であろうが言語的でなかろうが、言語的なものとして考えることが最終的には可能というか、そういうふうになっているのではないかと思っています。でそれは何でかというと、その理性っていうものが言語的な営みじゃないかっていう予想というか、まあ、予想でもあるし、その直感でもあるし、そのベースにあるので、それはそうです。でそういう信念っていうのも多分ブライスに多分あったと思うのですね。その場合にはやっぱりアクトまたはアクションによってビヘイビアっていうことがあるので、全然違うわけですよね。そうです。